ね旗手す,ね、すごいっすよね。普通に旗手がすごいって。なんかあれですよね、この、こっちを先に言うと勘違いされるんだけど、旗手の、あの、急に行ってさ、あの活躍、それも別に得点だけとかアシストだけさ、活躍してるわけじゃなくて、試合の中でもさ、いいプレー、随所に見せるじゃないですか。で、ちゃんとあの数字にも残る活躍してるから、ただ、やっぱり、あの見てる人は分かる通り、え、J の方がレベル高くないみたいな。 レンジャースでこの守備なのみたいな感じだから、先にこれ言うと、弱いから相手が緩いから旗手活躍できてるみたいなんだけど、それとは別に環境に慣れるとか、そういう別の難しさがあるから、その難しさの方を乗り越えて、まあスコットランドリーグで活躍してる旗手すごいし、ただスコットランドリーグはレベル高いかっていうと別だよっていう、ここのね、レイヤーを分けないといけないなっていうふうには思いますけどね。 伊藤めっちゃハーフバイトの取るシーン多くないですか,うんだか多くてもね、うまいの塗装はまた別じゃないですか。そう,そうなると、まあ、伊藤だったら春る、で、久保トップシャーこっち来る、で、左から誰かが入ってくるなんだけど、まあ、久保はこっちもできる久保もこっちなんだよ。こ久保はここかここ。堂安は、まあ、ここ多めのここ。ああこえー、伊藤は絶対ここ。久保はここもここもどっちもできる。堂安はこっち多めのこことここって感じで。 じゃあ、ここどうするのってことで、ここ一番得意なのは三笘なんですよ。こっちもできるけど、三笘、ここ。で、南野、ここなんですよ。ってなると、そう、南野が、まあ、うん、インサイドハーフとかに下がることになっちゃうから。で、長友、別にここ得意じゃなくて、ここでも突破力は別にないじゃん。でも守備はいいみたいな。僕は旗手とか呼んで、こことここ両方できる。で、旗手は瞬間的にここも上がれるから、旗手のサイドバックはすごくいいんですよね。中山とかでも相手のプレスが強くなるときつくなるから。 だから、旗手には日本のラームになってほしいんですよ。だその、ポジションって、4、2、3、1のサイド、えー、3の左とか右と,か右とか言われるけど、4、2、3、1とかでも、ここに来るウィングとここにいるウィングじゃ全然話違うじゃないですか。そう、だから、ここをやらせる選手。それは南のだけど、でも、まあ、こうかまでもできるでしょ。だからまだ、まあ、この藤井に住んで、伊藤、ここだとしたら、久保、こうなるから、ここからこう上がれる。だから、ここね、田中碧とかできますけどね、それで言うと。 で、ここ遠藤渡るになるから、まあ、うまいけど、まあ、うん、キャラ的には、まあ、風見ろ的な感じだから、だからサイドバックが、こう、中に入ってって、左は三笘、右は伊藤で突破させる、ライン間は田中をと久保と、トップの選手でやれるっていう。 でそうなると、後ろからの配球役で、サイドバックが配球できる選手の方がいいから、まあ、右山根もできるし、まあ、もしくは、坂井さん、坂井宏がこう、スリーバックが右になって、一列方で、中盤入っていくタイプのサイドバック。だから、まあ、中山とかはここやってる選手はいいかもしれないけど、うん、僕は旗手が強度高くなる方が、まあ、ボール持つサッカーならいいな、みたいな。旗手、あれさんの予想通り、セルティックでも余裕で通用してました。うん。だから、��手とか前田大然活躍したつって別に、まあ、ツイッターとかでは見ましたけど、 そうれなんかチェックしようってあんま思わなかったですそれよりも、やっぱりあれでしょ、あの多分見た人多いと思うけど、スコットランドの守備、ゆるいっしょ。<laughs> そうパワーは強いけど、抑えなきゃいけないポイントを抑えてないのめちゃくちゃ多くないですか。そうだ、J リーグはそれは活躍しますよねって、基本的に。前田のシュートしゆるすぎてみて。ああいうの古橋でもありますからね。もうね。 そういうのをね、なんかまあ、セルティックは全部、スコットランドの全部のチームはそうかわかんないけど、僕が見た中ではそうですし、まあね、向こうのいろんな国渡ってる宮本君とかに聞いても、ゴール前で切り替える瞬間、どのスペースを埋めてどうするみたいな、そんな理詰めの監督に何チ,何チーム、下手したら十何チームぐらい渡り歩いて、宮本君ってさ、会ったことないですから。で、それがね、ちゃんと上派のプロライセンスとか、一番上のライセンス取ってる監督でも精神論だったりするっていうのは聞いてるんで、そうなるとね、日本人それは、そりゃ、 活躍しますよね。ワイ,ワイワイさん、旗手はどのポジションが一番伸びてますかもしくは UTT を追い求めるべきでしょうかいろんなポジションできる選手って、やっぱ監督からしたら、動いてもらいたくなるんですよね。例えば、普通にやらせるんだと旗手ならインサイドハーフとか、まあ、シャドウとかになるんでしょうけど、チーム見たときに、ウィングしかできない選手、フォワードしかできない選手、ボランチしかできない選手って言ったら、じゃあ、旗手にサイドバックやらせようかみたいな。ベンチには置いときたくないから、とかいう使い方にもなるんですよ。普通に旗手自身は、 うん、なんかこう一つのポジションをやりたいとかもしかしたらあるかもしれないけどただ出られるのはどこでもいいって人とここ以外では出たくないって人いるからそこに関しては僕は旗手のキャラクターとかねパーソナリティな部分分,な,な部分分かんないんであれですけどパーソナルな部分パーソナリティあ性格ですね英語にしなくていいけど性格分かんないんであれですけどただ旗手に関してはどのポジションもできてピッチに置いといておくか日本のラームになってほしいと思いますけどね 中盤でも使いたいしサイドバックで中盤的な役割もさせられるしみたいな。